やっぱり時間がみんなないんですよね、うん、でもみんなそれは一緒なんで、その中でいかにこう時間を使っていくかっていうことはとても重要なんですけども、やっぱりやらなければならないことをこう書き出すってことですよ。で、何かこう前から やろうと思ってたけども、それができてないからなんかいつもそこにとらわれるんですよ。まあこれは目標設定でもやったんで勉強してもらったと思いますが、やることリストですよね。自分が今やらなければならないことは何なのかっていうのをやっぱり紙に書き出すべきです。で、それさえ見てたら何か忘れたらそれを見て、あ、そうそう、私はこれをやらなければならなかったっていうのをこう決めてしまうことです。そして優先順位を決めるってことです。で、何をやらなければならないかっていうことを優先順位をやっぱり決めて、気になるところから順番にやっていく。で、今本当にこれをやらなければならないものと、まあもう別にいいわっていうやつとか、例えば本とかいっぱい買ってて読まないといけないなっていうのってあるじゃないですか。私も本いっぱい買うんで、 でももう1年読んでたんですよ。もう読まないですよ多分。でもったいないけども、もうそれは処分した方が早いと思うんですね。読まないんでペラペラっと見て、もうそれかもう1日決めて全部読むかです。どっちかです。やっぱ決断をしていくっていうことですね。でそれが残ってるとなかなか 今に集中できないですよ。だからまずはやることリストをしっかり書いて、その今やらなければならないこと順位順番つけて、ね、それをやっぱやっていくってことだと思います。時間がないというのはもうみんなの悩みなので、それをやるにはもうそれしかないですね。やはり睡眠時間を削るっていうのは私は反対なので、あまりもうそういうことはしない。どうしてもやっぱやらなければならない時以外はやらないですね。そういうふうにして、時間を自分で作り出すしかないです。そこをこう乗り越えていかないとなかなか次には進めないかなという感じですね。でその時に、そのこれは私の考え方ですけども、できるものなら、お金で時間を買えるならお金で時間を買うということですね。何かに任すことができるんだったら、その人にお願いしてお金渡してやってもらうというふうな形、自分がやるべきことだけに集中できるようにしなければならないです。ついつい私何でも自分でできてしまうので、変に器用なんでやってしまうんですよね。それをやらないようにいつも注意するんですけども、例えばちょっとしたパソコンのそういう操作とかホームページを修正したりとか自分でできてしまうので、でも本当に自分しかできないことにやっぱり集中しないといけない。これ難しいんですけどね。私もこれは皆さんにお話しながら自分でいつも自分の戒めでもあるんですけども、できるものなら買えるんだったらお金で時間を買うという感覚です。よく言うのは、その電車に乗らずタクシーに乗るっていう人がいますけどね。なぜならやっぱり電車乗ってたらそこでこう携帯でやったりスマホでやったりとかパソコン見たりできないじゃないですか、電車乗ってたら。でもタクシー乗ってたらその間にできるからっていう考え方の人もいます。でも今は反対に時間に遅れてはいけないので、地下鉄とか JR の方が時間に正確だから、約束のある場合は電車の方がいいという人もいますから、それは人それぞれだと思いますけども、まあ、そういう話を聞いたことがあります。ほら、ホリエモンさんが言ってたのかな、うん、電車には乗らないとなんか言われたらしいですね。最初出資を受けてる時に頑張ってますと、出資してくれたら頑張ってます、時間を惜しんでお借りしてるお金を節約して電車でやってますとか言って、その人が、いや君にそんなことを頼んでるんじゃないと、君は君しかできないことにもっと時間を使ってくれたらいいから電車なんか乗るなって言われたらしいです。でタクシーに乗ってそこで仕事しなさいって言われてからタクシーになったっていう話を聞いたことがありますけども、まあ人それぞれですけどね。まあでも自分もできたら、買えるものならお金で時間を買って、自分がやるべきことに集中するとい
ということです。これとても重要な考え方です。例えばマッサージとか整体なんかでも自分でやろうと思ったらできますよ。勉強をしてどっかからこうなんか買ってきて自分で研究することができますけど、時間がもったいないですよ。すでに出来上がってるものがあるんだから、やっぱそこを買ってそこをこう自分のものにした方が早いですよね。だから予備校とかあるけど、まあ浪人したら自分でやろうと思ったら、それは相当根性がないとダメですけど、やることはできると思うんですよ。コツコツ研究して勉強したら、でも時間の無駄ですよね。いい大学に入るのに5年も入るよりも、いい予備校行って1年で入った方が4年間学生生活を送れるわけですから、そういう考え方ですよね。皆さんにはどっちかというとそういうことを選択肢として最優先にして、これからやってもらうと時間はできるかなと思います。まあ、時間の作り方ですね。